これは昭和20年8月9日、長崎の原爆投下直後に、救援列車として真っ先に駆けつけた長崎機関区の C-51 の物語である。当時の車両を再現しているとは言えず、やむなく代替車両で示しているものが多いことにご注意いただきたい。こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくり霊夢です。C-51 も3回目になるから、どんな内容なのかと思ったらシリアスな内容みたいね。私はいつでもシリアスだけど、今日は C-51 が長崎原爆投下直後に被災者救援のために活躍した姿を追ってみたい。反戦のアピールとか政治的なメッセージは込めないようにしていくぜ。そうよね、動画の方向性が変わっちゃうからね。でも私たちは常にいかなる戦争も反対だし、核兵器が非人道的兵器だというスタンスだよね。もちろんだと思う。C-51 は多くのお召し列車牽引のレコードを持っていたり、超特急ツバメ牽引のイメージで語られることが多いな。大正時代から289両という多くの台数が製造され、日本中で活躍していた。それは九州でも同じだった。長距離を走る路線で活躍したんだよね。つまり、鹿児島、日本本線そして長崎本線だね。そうだよ。原爆投下、終戦の昭和20年8月の長崎地区の C-51 の配備はこのようになる。長崎本線、佐世保線、大村線の旅客列車を担当。さらに廃棄には C-57 もいた。C-51 が20両近くもいたんだね。長崎では C-51 は10両だったんだ。それと番号が固まっているね。戦後すぐに長崎機関区の C-51 は廃棄に移動した。昭和39年には長崎機関区は蒸気の配備がなくなったな。少し話がそれるけど、この57号のようなボックス動輪化や、九州の門別化の C-51 は、戦後ずっと経ってのことで、戦時中は車歴も20年程度でみんな働き盛りの C-51 だった。まあ、これも余談だけど、パイプ煙突で門別の C-51 って別の機関車みたいだね。そうだな。今回の動画の基本的な位置関係を示すとこうなる。長崎新幹線は大村線周りなのがわかるね。今の普通列車の所要時間だが、長崎諫早が45分、大村までが1時間、廃棄までだと1時間半くらいかかる。戦時中だとその倍ぐらいかな。2発の原爆を日本に落としたのは、この B-29。広島がエノラゲーで長崎がボックスカーだ。これアメリカの非営利団体の CAF が所有する PP でしょ。飛行可能な B-29 のうちの1機なんだ。私は、いかなる時でも B-29 は憎い気持ちを抑えられない。原爆だけじゃなくて、東京も無慈悲に焼け野原にされたし。中継の中国人が日本の重爆撃機を許せないのと同じだよ。まあ、マリサも直接被害に遭ったからそう思うのも無理ないね。戦争を遂行した指導者が悪いんだけどね。そうよ、B-29 自体には罪ないよ。これが長崎にプルトニウム原爆ファットマンを落としたボックスカーだ。広島の原爆の 1.5 倍の威力があったんだって。戦後描いたんだろうけど、どういう神経しているんだろうね。米国人はこういうところは無神経だからね。8月9日11時2分、第1木造の小倉を視界不良で諦めたボックスカーは、第2木造の長崎に原爆を投下、地上500メートルで爆発させた。原爆が炸裂した時、国鉄の列車は？長崎駅は爆心地から 2.5 キロで、1時間半後に火災を発生、これは熱線によるものだ。そして長崎本線の長与駅には15分遅れて到着した311列車がいた。長与駅って、長崎から10キロぐらいに位置しているね。機関車は長崎機関区の C-51-68号機、光武不二雄機関士が長崎行きの311列車を運転していた。国鉄文字鉄道管理局がこの長与駅に管理部を疎開させており、急遽この311列車を救援列車として仕立て被災者の救護に向かわせることとした。爆心地に向かって走っていくのね。C-51-68 の救援列車は1時間後に出発、爆心地から 1.4 キロの松園寺付近で停車、汽笛を鳴らし被災者に救助の到着を知らせた。線路曲がったり、枕木燃えたりして大変だったろうね。汽笛を聞いて集まってきた怪我をした被災者は次々と列車に乗り込んだ。それは凄惨な光景だっただろうね。
そうなんだ。特に爆発直後の C51-68号機は恐怖だったろう。国鉄の機関士の使命感だけが支えになって任務を遂行されたと思うぜ。爆心地に近い裏紙天主堂でしょ。生産というしか言葉が出ないね。直後だと煙や炎もすごかったでしょうし。C51-68 の救援列車は1時50分には現場を出発、3時頃海軍病院のある諫早に到着した。ターンテーブルがないから逆行で諫早に向かったんだ。諫早に到着した時多くが列車から降りてこない。半分ぐらいの怪我人はすでに亡くなっていたと、光武機関士は述べている。この9日だけで4本の救援列車が現場に向かい、3500人を収容、諫早、大村、川棚、廃棄の軍関連の病院に運んだ。すべて68号機だったのかしら ?311 列車は、諫早の後は、大村、川棚まで行って、廃棄機関区に入った。現場には、この後14時頃に807列車、16時頃に317列車、19時頃に329列車が救援列車として到着している。だからこの容器である71号機も救援列車になったかもしれない。さらに C57 や D51 も3日間続いた救援の任務についていたかもしれないな。でも C51 の配備ぶりを見ると、C51 が救援列車だったと思うわ。長崎市民の足となっていた長崎市電も大きな被害を受けたが、被災直後から救援活動に従事していた。このホタル茶屋の車庫は大きな被災を免れている。みんなも知っているように、昭和30年後半から C51 は急速に数を減らし、長崎本線でも戦後の強力な機関車 C60 や C61 の増備と C57 の置き換えにより、廃棄に集結した C51 は消え去った。この博多の特急桜みたいにブルトレジャー、C51 の流れを引く C57 では役不足だしね。玉突きのように、C51 は消えていった。原爆救援列車のモニュメントとして保存という話が持ち上がった時には、すでに C51 は日本から消え去っていたんだよな。それで C57 を長崎に保存しようとなったんだね。C51 の後継の C57 は100号機が昭和36年に長崎佐世保五巡行の梅市列車を牽引したこともあり、原爆救援列車記念のため C51 の代わりとして妥当だと判断された。現在は、100号機の動輪だけがモニュメントで残されているね。まあ、解体された経緯も含めなんだかなと思っちゃうぜ。危険を顧みず、被災者の救護に向かった乗務員そして C51 は、原爆の恐怖を語ってきたわけだが、乗務員の多くが奇跡に入られ、そしてゆかりのある蒸気機関車も解体されてしまった。蒸気に詳しいマリサも原爆救援列車が C57 だと思っていたし、視聴者様からご指摘いただいて C51 だったんだって知ったんだよね。そうなんだよね。だから今回 C51 特集のコンセプトを変えてこの原爆直後の C51 が見たこと、現場に向かった国鉄魂を伝えようと思ったんだ。華々しい活躍で語られる C51 だけど、核兵器の恐ろしさを伝えた重要な語り部でもあったということをよくわかったわ。それではご視聴いただきありがとうございました。また楽しい蒸気機関車のお話を見に来てくださいね。